では続いてですね、もう少しマイルドなお話をさせていただきます。日本列島というのは南北に長いです。今ちょっと非常に天災で苦しんでいる北海道の皆さん大変だと思うんですが、もう北海道では一部の山では初冠雪をしたりしています。一方で西表島では相変わらず暑い毎日が続いています。南北に長い日本列島の中で一つの種の植物が一応図鑑の上では同じ種なんですけれども、実質的に交配できないぐらいに分かれてしまったような事例を大根と大豆でお示しします。まず大根のお話です。これはですね、写真見てください。後ろ綺麗な青い海ですよね。実は大根の野生種、ご先祖様は海岸に生えていたんです。で、今も日本の海岸に行くと浜大根っていう名前で、たくさんあちこち日本中に生えています。突然ですが、聖護院大根と聖護院株ありますね。千枚漬けはどっちでしょうか。皆さんどっちを使うか、京都また近畿お住まいの皆さんが中心だと思いますので、知っている方も多いかと思いますが、カブラを使います。はい、似てますね。大根とカブどう違うのか、それは味が違うでしょう。当然ですね、形も違うし種も違います。実はこちらブラシカ、これはラファルスっていう属です。あと食べてる部分も違うんですよ。まず種が違うということ、全然違う種です。続いて食べてる部分なんですが、株はですね、実は胚軸、朝顔の種とかをまいた時、または一番いいのはカイワレ大根を買った時、カイワレの部分ですね、あれ茎って私たち思いますけど、あの部分胚軸って言います。根っこと双葉の間ですね、あそこの部分が実は株らでは非硬化するんで太るんです。ところが大根は特に青首大根が顕著なんですが、 青い部分、要するに緑の部分は、株と同じ胚軸で、ここから下が根っこになります。だから青首大根の場合には胚軸と根っこの両方を食べているということになります。これがもう全体が真っ白な、昔よく流通していた真っ白な大根は全部ほとんど全てが根っこを食べているということになります。はい、話を元へ戻します。浜大根です。色は白からピンク色、そして根っこは太りません。試しに噛むとですね、しょっぱいたくさん の塩を含んでいます。で、根っこもしょっぱいし、ものすごく辛いです。で、全然繊維張ってて食用には向きません。葉っぱもものすごく塩辛いです。塩をたくさん含んでいます。そうやってこの植物は生きているんですね。で、大根の起源はですね、こういうふうな海岸に生きている海の植物、これ海浜植物っていうんですが、そうだったと考えられています。で、そういうとですね、実は私たちの身の回りで食べている野菜というのは結構海岸に生えているものを起源にしているものが多いんです。例えばキャベツ、これはブラシカオレアセアっていう地中海の海岸に生えているもの、青汁のケールみたいな見かけのものが原種なんですね。で、それをケルト人の人たちが野菜で使い始めて、で、その名前がついてケールっていうふうな名前になっているわけです。皆さんも社会科で勉強したように、ケルト人たちはその後ゲルマン民族に押されていって、ずっとケルト人たちは逃げて西に逃げて、フランスではブルターニュっていう地域だけに何とか大陸に残って、あとはイギリスの方に行ったらいわゆる今でも全然違う感じになってますけど、エジンバラとかのある向こうのスコットランドですよね、あとはアイルランドとか、ああいうふうなところにケルトの人たちの末裔がいるんですが、ああいった人たちが結局海岸に生えているものから野菜化をしたと考えられます。株の原種のブラシカラパというのもやっぱり海岸に生えていた植物です。こういうふうに大根も株もキャベツもみんな海岸に生えているものをベースにして野菜としているみたいですね。ただし大根の野生種はですね、地中海沿岸起源と東アジア起源のどちらに由来しているのかということがまだ結論がはっきりしていなくて、分かんないところが残っています。さて
大根の種です。大根はですね、こういうふうな乾くと発泡スチロールみたいにすごく軽くなってスポンジ状になったさやの中に種が含まれます。一生懸命手で割ろうとしてもなかなか割れないんですよ。大変なんです。で、これは発泡スチロールみたいなものなので水に浮きます。ですから海岸に流されます。そしてここでザバーンザバーンと波打ち際でこすられていると、さやの中の種がリリースされて、そしてここで発芽をするというふうな循環を繰り返しています。水に浮くので当然海流に流されますよね。この研究を行った、ハンさんです。中国から来た、留学生の人で、写真撮った時は博士課程の1回生ですね。今中国の大学で先生やってます。で、彼女が浜大根の研究をやりました。で、こういうふうなところにあるですね、これ沖永良部島の風景ですけど、こういったところからたくさんサンプリングしていろんな研究をしました。で、今のようなですね、沖永良部島この辺にあるんですけれども、ずっと取っていたわけですよ、北まで。で、遺伝子解析してですね、どういうふうな構造になっているんだろうって見たらですね、予想もしない結果が出てきたんです。実は彼女の研究では、私が予想してを立ててた、こうなるよハンさん、だからこういう研究やろうって提案したのは、実は琵琶湖にですね、海の植物がいっぱい入り込んでいまして、琵琶湖に浜大根があるんです。だから琵琶湖の浜大根が海とは違うよっていう結果を出そうねハンさんっていうふうに言って研究を始めたら、琵琶湖海と全く同じで違わないっていう結果が出ちゃったんですよ。ありゃーと思ったんですね。こういう時教員っていうのは非常に戸惑います。で、背中に汗がダーッと出てきます。でもびっくりしたんです。ここです。種子島と屋久島の間で見事に南北分化を起こしてるんです。これびっくりしました。予想外です。ということで気持ちを切り替えて琵琶湖は捨てて、で、なんでここで南北に分かれているのかということを考えたんです。で、黒潮がここ流れていますよね。だから黒潮が流れているから南西諸島の種はみんな上に流れるじゃないかっていうふうに思ってたんですけど、なぜかここで南北分化してる。しかも屋久島と種子島ってすごく近いので、なんでここで分かれているのかわけがわからないというふうな状態でした。こんなところから研究がスタートしました。まず、やったことはですね、栽培実験です。で、きっとああいうふうにきれいに分かれているならば、南北の間で生殖隔離といって、お互いに交配できないような状態が何かが起きているんだと思ったんです。ということで集めた種を全部一緒の温室の中で同じ条件で栽培しました。もう皆さん見てください。手前のものはロゼットっていってタンポポみたいな状態です。奥のものは花茎が立って花咲いてるんです。実はこちらが南西諸島系統、こちらが九州本州系統です。全然違うんです。見てみましょう。はい、これは例えば三重県のものですけど、三重って貼ってありますね。三重の6番、ロゼットです。タンポポみたいです。一方で八重山、これ西表島ですけども、お花咲いてるんですよ。こういうふうに同じ条件で育てるとですね、肩や花が咲き、肩やずっとまだ花咲かないんです。こういう状態が続いているので、南北の間では実は交配ができないんだと。そもそも片方花咲かないので交配できないんです。こういう現象が見えてきました。面白いなと。最初琵琶湖を狙っていたのに全然違うことに研究流れていくんですね。私の研究室ではまず卒論にしても博士論文にしても、春に提出する題目通りになりません。研究っていうのはだいたい十中八九狙いが外れます。で、その時に絶対に捏造しちゃいけませんこうなってほしいと思ってデータ書き換えちゃいけないんです。その真実を見て、その真実の中に面白いものが入っていないかっていうことを見て、で、タイトルを変えるんです。あたかもそのことを最初から狙ってたかのように研究を変えるんです。で、この場合にもですね、結局面白いことは分かって、実はこれは中学校か高校ぐらいで勉強するんですけど、お花が、春に咲くお花が、花を咲かせるためにはだいたい4度ぐらい、冷蔵庫の中の温度ぐらいの低温に一定期間さらされることが必要だというふうに言います。
それを春夏、すいませんちょっとここで書いてないですね、春って書いて、化けると書いて春夏っていうふうに言います。その4度 C にさらすっていうことを、するかしないかっていうことなんですけど、南の系統はですね、春夏を全くしなくても自動的に50日ぐらいで、種をまいてから50日ぐらいで、寒さにさらさなくても50日で花が咲きます。自動的に。なるほどなと、すごくリーズナブルなんです。沖縄本島とか西表島では絶対に4度になりません。4度を待ってたら一生花咲けないまま終わります。だから南のものでは4度を待たずに花が咲く。でびっくりしたことにですね、無理やり4度に当てるとですね、20日、種をまいてから20日で花咲くんです。大きさこのぐらいです。こんな大きさ の大根です。普通は西表島でもこのぐらいの背丈になりますので、これがこんなミニチュアでですね、花咲いちゃうんですよ。つまり開花促進が咲いちゃうんですね。続いて北の系統です。北の系統はですね、なんと寒さを経験させないと花咲かないんです。で一応これ温室の関係でですね、120日まで待ちました。だから本当はもっと待てば花咲いたんだと思うんですけど、一応120日 の期間の間では花は全く咲けませんでした。で4度 C の寒さに当てるとだいたい50日ぐらいで花が咲くという結論になりました。リーズナブルですね。生えている環境に合わせて花が咲くシグナルが出ているということが分かったんです。つまり日本列島は南北に長いで温度差がある、こういうふうな日本列島で広く分布している植物は同じ種でも花が咲くタイミングが違っている。だから日本列島の中で、南北分化が起きてしまって、この2つの間で交配することはもうもはやできなくなるような分化が起きている。これも多様性の一つのパターンです。日本列島は南北に長く気温や降水量の差も大きいです。北緯でいうと22度から45度まであります。気温も随分と幅があります。でこういったことを背景にしてですね、どうも南西諸島なんかの南方系統はだいたい秋冬ぐらいに芽を出して、そしてもうだいたい2月には結構立派な植物体になって、春の段階で種をリリースして、夏にはですね、じいじいと焼ける海岸ではもう姿がありません。姿消しちゃいます。逆に北方系統では春に発芽をして、特に北海道なんかでは真夏に咲いたりします。こういうふうにもう生育する緯度に応じた、いわゆるライフサイクルっていうものが全然違うものに変わってきてるんですね。ここのものを北海道で植えたらですね、変なことになっちゃいます。逆に北海道のものを西表南方に移すといつまでたっても花が咲きません。ということでお互いに行き来が困難、先ほどの渓流の話みたいにお互いにチェンジができなくなっちゃうということになります。はい、続いてやっぱりいつ別れたか知りたいですよね。ということでDNA を調べてモデル計算していました。そうしましたら17859年、まあ正確にここまで言うと嘘っぽいので、早い話が旧石器時代の末期です。はい、よく博物館に行くと、琵琶湖博物館とか行くとですね、マンモスの周りを人がたくさんたかってマンモスを飼っているような絵があったりしますが、あんな時代です。あんな時代にどうも南北に分かれたらしいということが分かりました。比較的新しいと思いませんか。こういうふうに日本列島における、生物の多様化というのは結構新しい時代に起源しているものが多くあったりします。あともう一つ、ちょっとこれややこしくて申し訳ないんですけれども、どっちからどっちに遺伝子が流れているかっていうのを調べることができます。そうするとですね、南から北へ動いている数値の方が高くなりました。あ、これは黒潮だなと思いました。要するにやっぱり黒潮がコーヒーに流れて、いつも安定して流れています。これに乗って南から北の方に種の供給はいつもある。
だけど南のものが北に行ってしまうと、着いたらすぐに芽を出して、そして変な時期に花を咲かせるので、絶対に北の方で、繁殖に関わることはないということになります。この、だいたい1万7千年前っていうのはですね、先ほどちょっと酒井先生のお話でも出てきた、あの最後の氷河期の一番寒かった時期でにあたります。最終氷期、最寒冷期、ラストグラシアルマキシマム LGM っていうんですけど、その時期に地形はこんなだったっていうふうに、出すことができます。すごいですね。もう大陸と完全にぴったんこくっついています。南西諸島こんな状態です。ここでですね、温度4度っていうのを注目してみると、見てください4度、ここがですね4度の境目なんですよ。嬉しいことに屋久島種子島のあたりなんです。ということで、ああ、いいデータだねというふうにすごくハンさんと喜んだのを覚えています。つまり最終氷期、最寒冷期、ちょうどこの南北文化が起きた時代、やっぱり南西諸島のこの辺りのところで、ちょうどこの4度 C の境目があったということになるわけです。現在やっぱりここも、4度 C ぐらいですね、ここの辺になります。ということで、多分屋久島、種子島、あとこの鹿児島の南側ですね、ここをもっと細かく集団たくさん取っていけば、おそらく北のものと南のものが入り混じったりしているところ出てくると思うんですけど、おそらくだいたいこの辺を境にしたモヤモヤ分離帯っていうのがあるんだろうということは間違いないと思われます。ということで、大根におけるお話というのは、4度の低温にさらされる必要があるかないかという、高校生が生物で勉強する、中学生ぐらいかもしれませんが、春夏という春を春に、化けるという字ですが、春夏ということが南西諸島では必ずしも必要ではありませんということに進化している。それは南西諸島が暖かいからです。で、本州の方では、本州って書いちゃいましたが、九州以北では、開花に必要だということで、結局これが原因で開花期のずれが生じ、南北間で分かれちゃったということが想像されました。ということで、こんな図ができたんだというふうに思われます。琵琶湖のことをやんなくてよかったと、本当につくづく思います。研究っていうのは怖い。だけど、面白い。予想外の結果が出てくるから、その予想外の結果を捉えて、どういうふうに面白く化けさせるかっていう醍醐味が研究にはあります。どうしようもなんないこともあるんですけどね。はい。